銀の女もちゃんとストーリー知ってるよね。それを除けば大丈夫です。さあどうしましょうかね、西野、うん、選んでください1個。あ、選ぶでいいんだ。私でいいんですか、うん、私基準だったらじゃあ浦島太郎。うん、いやいや、いいですよ別に。それでいこうよ。いやいや大丈夫ですか、あの学校のピカツがすごい動揺したんですけど大丈夫ですか。お願いします。ある日小さな浦島太郎がいいですよ、大空どんどん行こう。優しいおじいさんとおばあさんに出会いました。そして物置にお茶碗があるよと言われました。おお、はいはいはい、物置にお茶碗があるよと言われました。さあ続いていきましょう。はい、行きましょう。気持ち悪いんだ映画。ちょっと聞いてください。え、何ですか。何ですか。ちょっとまあ物語言ってもらわないとね。物語ちょっと続けて言ってもらいましょうか。お茶碗があるよと言いました、はい、お茶碗があるよと言われまして、亀が、いいよ、亀が何、亀が海でいじめられてて、で浦島太郎が助けました。大園が何かに気づいたようですね。あれが亀なんですね。どっちが亀。すいません、どっちが亀かまず教えてください。こっちが亀です。こっちが亀ね。でその横にいるのは浦島太郎さん。それ浦島ですね。これスキンヘッド。だからあらよっとみたいな感じ。これ何ですかこれ。いじめられてて。いじめられてたのを助けました。助けた。助けたんだ。で喜んでいる様子。喜んでいる様子ですね。お椀が一切出てこなくなりましたけど、ね。確かに。何でしょう。一話目に出てきたお茶碗を何なんでしょうか。さあそして、はい、まだ。助けて喜んだんですけど、もう一度亀をいじめます。誰がなんだよ、あれ亀持ってきます。はい、亀がいじめられて、その亀が、うん、ありがとうと言って竜宮城に飛んだな。竜宮城なんかないじゃないですか。もういきなり箱登場してるじゃないですか。いや竜宮城があるんです、この奥に。なんか、うん、あるんですか。ここで、うん、宝箱を見つけました。宝箱、あ、箱があります。宝箱を見つけました。何箱。宝箱。はい、さあそして最後、はい、西野。はい、その宝箱を宝箱を開けると、すげえな、5個豆なんでこんなになっちゃうの。これ同じお話とは思えない。浦島太郎は、まあ、煙を浴びて老人おじさんになってしまいました。はい、はい、めでたしめでたし。さあさあちょっと大園からいいですかね、はい、大園完全に間違えたよね。何これ、一寸法師とか一寸法師だよね。浦島太郎が小さくてってびっくりしたよね。 そこでちょっとあれと思ったんだ。で西野がね、このクオリティね、このクオリティ。同じ90秒使ったとは思えないんだよね俺。すごい、あの2個前目のあいつがこうなったんですよね。だからね、こいつの方がもうジジイなって。もうこいつの方がジジイじゃねえかったらです。浦島スキンヘッド説がある。あいつが亀の中身なんじゃないか。これを作ってくれるくださいっていうのはね、これです。これ皆さんも何も言わないでくださいね。基本的には難しいとかもなしで、松村は汲み取らないとですからね。でもなんかそういう汲み取る力はなんか自分はすごい自信があります。みんな自信満々だね。とにかく自分。さあそれでは西野。なんかでもすごい上手。まずはノーヒントなんでね。はい、こういう感じね。ほんほん、あー、なるほどなるほど。さあ続いてあすかちゃん撮ってください。どうぞ。じゃーん。自立はしないタイプですか。
自立はしないですかね。あれ僕がもらったやつにだいぶ近いです。猫と私でした。猫と私です、はい。大丈夫ですか。はいはい、そういう形ですね。はい、じゃあ和田、はい、オープン。あのよく見て、あの形、はい、喋んないでください。そうだね、喋っちゃうんだね。なんだこれ。はい、さあ、よし、うん、なんでわかんない、これは。なんだろう、なんだこれは、なんだ。さあ最後、大園、はい、あ、うん、あ、はいはい。さあ松村、まとまった？うん、全然本当何も出てこない。まあ一回ざっと、もう一回バーッと見ていってよ。じゃあ、まあ、何か言った方がいいよ。はいはい、ちょっと待って。何ですか。何やった今。動きがあるから動きを。ダメですよ、そんな何もやって、なんかやってんのよ、これ。ちょっと、はい、ちょっと、ダメです、ダメです。何ですか。ダメですよ、はい、手離して。そう、離してください、はい、はいはい、それで、それが完成ですよ、それが完成ですよ、それが完成なんですよ。じゃ答えをどうぞ。花札。残念。なるほどね。じゃあヒント、ヒント出します。これ聞いて当てたら10ポイントです、はい、職業です。何このヒントが、なんか不服がある。これあれを言っていいの、松村が。これはなんとかだよな、松村が言う分にはいいの。来た来た来た来ました。答えどうぞ。マジック。正解。すごいすごい。すごい、あ、よく当てたよ。はい、まあ、手品師。もう手品師ね。まあ、マジシャン、マジッカー。いや、これ西野とかのうまいよね。あ、それすごいわ。ハトと、これだからハットでしょ。ハットなんだね。いや、これもう見たらあーっと思うけどね。さすがだね。これはもうまんまマジシャンを作ったんでしょ。でもマジなんてこれやらないの。いやいやいや、でもジャグリングもまあまあ一応。